フランスベルサイユ宮殿の鏡の間でドイツ皇帝として宣言されるビルヘルム一世ドイツ皇帝は1871年1月18日のプロイセン国王ビルヘルム一世の皇帝宣言に始まり1918年11月18日のビルヘルム二世の公的な退位で終わった帝政ドイツの元首及び最高権力者であるドイツ皇帝を称したビルヘルム一世 フリードリヒ3世、ビルヘルム2世の3人は、いずれも仏敵同君連合における、プロイセン国王であった。ドイツ皇帝の称号は、1806年に消滅した、神聖ローマ帝国君主の公式称号である、ローマ王内氏は、神聖ローマ皇帝によったもので、その称号からも、明らかに神聖ローマ帝国君主が意識されている。プロイセン王。 フリードリヒビルヘルム4世は1849年に1848年革命で誕生したフランクフルト国民議会からドイツ皇帝に指名されているがこの時にはフリードリヒビルヘルム4世は民主的なフランクフルト憲法を嫌って定官を拒否していた1871年に南ドイツ小王国が北ドイツ連邦に加わると北ドイツ連邦はドイツ国と名を改め 同時に北ドイツ連邦主席はドイツ国の皇帝となった。北ドイツ連邦主席及びドイツ皇帝にはビスマルク憲法に従い、連邦諸公の中で最も力のあったプロイセン国王がついた。当初、ビルヘルム一世は自分はドイツ人よりもまずプロイセン人であるとしてドイツ皇帝の称号を名乗ることに強く抵抗し、ドイツ連邦の全諸行が同意して、 やっと皇帝に即位し皇帝の称号を名乗ることになっても、なお、第一に、プロイセン国王であることにこだわり続けた。ビルヘルム一世は、大統領もしくは、全ドイツ皇帝と呼ばれることを望んだが、大統領の故障については、南ドイツのバイエルニア・ビュルテンベルクの国王が、自身よりも、皇嗣の称号を持つ者にのみ従いたいとしていたため、外交儀礼上から言って不適切であり、また、 全ドイツ皇帝だと1866年の広島戦争敗北によりドイツ連邦から外されたものの依然オーストリアを領有することから自国をドイツに属すると考えているオーストリア・ハンガリー帝国と称号をめぐって摩擦を生じる可能性があったそのためオットー・フォンビスマルクはビルヘルム一世にドイツ皇帝という妥協的な称号を名乗るよう迫る 一方、外交圧力とベルフケ資金から捻出したワイロトを用いて、南ドイツ最大の王国であるバイエルンの国王、ルートビヒ2世に、いわゆる皇帝書簡を書かせ、その中でビルヘルム1世に対し、ドイツ皇帝を名乗るよう要請させた。そして、皇帝戴冠式の際、バーデン大公フリードリヒ1世が、最初にビルヘルム皇帝万歳と、 何の皇帝であるかを明示しないまま交渉したことで、ようやく、ビルヘルム一世の抵抗を回避するに至った。皇帝退冠式は1871年1月18日、ドイツ連邦軍が占拠中のベルサイユ宮殿橋の間にて行われた。ビルヘルム一世は就任演説の中で、消滅した神聖ローマ帝国との関連に触れているが、神聖ローマドイツ領帝国の皇帝に、 直接の継続性があるわけではない。ドイツ皇帝は、法圓ツォレルン家による地理的拡張と支配地の多様性の影響により、膨大な称号と主張の称号を有していた。ここでは、例として、ビルヘルム一世の公式称号を挙げる。ビルヘルム一世皇帝にして、国王陛下、神の恩寵によるドイツ皇帝及び、 プロイセン国王ブランデンブルク編強白、ニュルンベルク城白、ホーエンツォレルン白、シュレイジエン及び、グラーツの独立君主にして、主位の公尺ニーダーライン及び、ポズナンの対抗作戦、ベストファーレン、エンゲルン、ボンメルン、リューネブルク、ホルシュタイン及びシュレイスビヒ、マクデブルク、ブレーメン、ゲルデルン、クレイフェ、ユーリヒ及び、ベルクの公尺、ベンド人、カシューブ人、 クロッセン、ラウエンブルク、メクレンブルクの公爵ヘッセンとチューリンゲンのホウハク、オーバー、ニーダーラウジッツヘンキョウハクオラニエコー、ビューゲン、オストフリースラント、パーダーボルン、ピルモント、ハルバーシュタト、ミュンスター、ミンデン、オスナブルック、ヒルデスハイム、フェルデン、カーミン、フルダ、ナッサウ、メールスの公爵ヘンレベルクの独立君主の伯爵、マルク、ラーフェンスベルク、 ホーエンシュタイン、テクレンブルク、リンゲン、マンスフェルト、ジグマリンゲン、フェリンゲンの伯爵フランクフルトの領主。ありがとうございます。